こんにちは。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。このチャンネルでは、スパロボに関する動画をアップしていくわよ。今回のテーマはこちら。歴代スパロボ。スパロボにおける都市伝説噂八選。スパロボだしほとんど判件問題だろ。それ言ったら身も蓋もないわよ。さすがの寺田 P でも無理なもんは無理なんだぜ。逆によくぞここまでと称えたいわね。でもまあ判件絡みだけじゃなくて他にも色々な都市伝説や噂があるから。今回はその中から面白そうなものを独断と偏見でピックアップして紹介するわ。今回もすごく楽しみだぜ。それではゆっくりしていってね。それじゃあ最初はヒュッケバインに関する噂よ。ガンダムだもんな。似てるだけよ。それでどういう噂があったんだ？スパロボオリジナル機体のエースアタッカーことヒュッケバインだけど、第4次スパロボでの登場以降はオリジナル機体の中でも随一の人気を博し、アルファシリーズでも後継機が登場したり、OG シリーズでも活躍をするなどその人気は止まることを知らなかったのだけど、2006年のスパロボのアニメ化に合わせて不穏な噂が流れ始めたのよ。どんな噂だったんだ？ガンダムに似てることで、スパロボのアニメにはヒュッケバインは登場しないという内容だったわ。とうとうサンライズが起こったわけだ。それって冷静に聞くと当たり前な気もするよな。その時点でプラモ化しててさらに加えてアニメ化だからね。そして実際にアニメディバインウォーズにおいて、ヒュッケバインの登場シーンでは機体の胴体や腕に脚部だけが映るだけとなっており、意地でも頭部は映さないという楽に不自然な演出が話題となったのよ。もう完全にアウトだぜ。それにこの時期の前後の公式広告や PV から、一気にヒュッケバインの存在が消えていったのよ。リアルにバニシングトルーパーになっちゃったわけだ。何より極めつけは、第2次スーパーロボット対戦 OG の作中においてガリルナガンの手によって、稼働しているマーク2の3号機を除くオーバーホール中のヒュッケバイン系列機が、全機破壊されてしまったことだわ。これは制作側がゲーム内でけじめをつけたとも取れるぜ。これ以降 OG 本編では、いわゆるガンダムタイプのヒュッケバインは断絶状態となってしまったわ。でもスパロボ V で復活したよな。ええ。でもそこに至るまでに、OG では認められないがガンダムが参戦する判件スパロボでは特別に許可が下りたとか、また違った憶測が出ていたりもしたわ。スパロボサーチでも出てたし立体化もしてたもんな。結局のところ今はどんな感じなんだ？公式な声明はないけど事実として解禁が進んだって感じね。それじゃあこの噂は本当だったってわけだな。それじゃあ次はジャイアントロボの参戦についてよ。そういえばジャイアントロボって再参戦してないよな。というかどのスパロボに出てたっけ？64とアルファに参戦していたわ。ってことは DC 版のアルファを最後に一度も参戦してないってことか。そうなのよ。しかもスパロボ史上多くの作品が参戦したクロスオメガにすら参戦してないのよ。問題の根が深そうだぜ。というかそれ以前にアルファのストーリー上でも問題が発生していて、ジャイアントロボに登場する秘密結社 BF 団の主要ビッグファイアが、アルファシリーズにおいてサイコドライバー関連で重要な役割を果たすはずだったけど、参戦できなくなったために第2次アルファではオリジナルキャラである、イルイガンエデンとルアフガンエデンが代役として登場したと言われているのよ。それって噂レベルの話だよな。あくまで噂であり確定はしていないわ。これって結局はどういう問題なんだ？まず原作者のご遺族の意向で参戦が困難になったという説があるけど、第2次アルファの発売時期と参戦の許可取りの時期が、どう考えても合致しないことから詳細な事情は不明となっているわね。判明していないんだな。他にもアルファの前日段的な漫画の中でジャイアントロボと対策がシルエットになっていたり、スパロボとは違うゲームに OVA ジャイアントロボが出た際にも、十血衆の一人であるマスクザレッドが名前を伏せられシルエットになっていたりと、何かしらの事情を感じられる事案もあるけど、すべて詳細は不明となっているわ。でも同じ原作者の他の作品は参戦しているよな。そうね。六神合体ゴッドマーズや、太陽の使者鉄人28号は原作者が同じだけど、アルファ以降のスパロボに参戦しているわ。ということは OVA のジャイアントロボだけに限った問題ってことなのか？その可能性が高いわね。残念だけど難しそうな問題だよな。それじゃあ次はアストラナガンが初代スパロボ OG に出なかった問題よ。どういうことだ？記念すべきスーパーロボット対戦 OG シリーズ第1作目の、スーパーロボット対戦オリジナルジェネレーションにおいて、なぜかみんな大好きアストラナガンが出てこなくて、R ガンリバーレというスパロボ史上初の HP10 万超えのボスが出てきて、いろんな意味で話題になった問題があったのよ。なるほどな。それがゲームボーイアドバンスのスペックの問題じゃないかってことか？アストラナガンが OG に出られなかったのは、ゲームボーイアドバンスでは機体色の黒を表現できなかったからという、謎の噂が出回ったのよ。今だとそれってデータとかあるんですか？って言えば済む話だな。まあこれは明確に間違いと思われているわ。というか他に黒い機体いたぜ。
ゲームボーイアドバンス版 OG でもヒュッケバインマーク2トロンベア。グルンガストゼロ式みたいに普通に黒い機体がいたわね。それだったらアストラナガンは平行世界に1機しか存在できないみたいな。ゲーム設定をメタ的に反映させた噂の方がまだ面白いネタとして扱われるよな。その噂も実際にあったわよ。え？本当か？出どころは不明だけどね。どうせツイッターか何かのコメ欄だろうぜ。まあこの噂は寺田 P も否定しているわ。昔のあの人なら逆に肯定しそうだよな。これに関してはそもそもアニメディバインウォーズにおいて、アストラナガンとディスアストラナガンが同時に登場するシーンもあったわ。それで結局この噂のオチはどんな感じなんだ？今のところは OG 自体がドラマ CD の、スーパーロボット対戦アルファオリジナルストーリーを元に生まれており、そちらではイングラムの使用した機体がアストラナガンではなく、R ガンの改造機だったからそれを踏襲したという説が有力よ。それっぽいな、他に何か面白い説はないのか？あるわよ。例えば OG 世界がアルファ世界と比べるとアストラナガンを開発できるほど技術が発達してないという説あったわね。それも理屈的には間違ってないな。まあでも R ガンリバーレは、R ガンにアストラナガンが憑依して変貌した姿とも言われているから、そう考えるとアストラナガンの因子だけは出ていることにもなるわ。結果論だけど最終的に OG にはクオブレイトディスアストラナガンが出れば、それで全てが済ませられそうだな。でもやっぱりアストラナガンは特別な存在だから、単体で出てきてほしい気持ちもあるわね。確かにな。みんな大好きだぜ。それじゃあ次はスパロボオリジナルの元祖であるサイバスターは、実はダンバインの代わりに作られた説よ。いやそれ間違いだよな。結論から言うと間違いよ。そうだよな。当時は他にも武装機講師グランゾンや、次元烈風首狼が、の企画があったのは有名な話だもんな。この件の詳細ってどんな感じなんだ？第二次にて初登場したサイバスターだけど、これは聖戦士ダンバインの参戦が叶わなかったために、代理として作られた作品であるという噂が長年にわたって流布されてきたのよ。なんでそんな噂が流れたんだ？これは後のインタビューにおいて、第二次スーパーロボット対戦でダンバインが諸事情で参戦できなかったため、イメージ的に近いサイバスターを登場させたと語られたことから、参戦が諸事情で叶わなかったダンバインの代理として作られたという、謎の解釈がされて広まったからではないかと言われているわ。だいぶ曲解されてるんだぜ。じゃあその噂が間違っているとわかったのはなんでなんだ？2020年に配信された生スパロボチャンネルにて、寺田 P が直々に代理として作られたのは根拠のない噂であると否定していたからよ。はっきり言ってくれるのは珍しいな。闇が深くないのがわかるわね。実際のところはさっきマリサが言った通り、もともと企画が存在していたサイバスターを第二次で登場させただけなのよ。今やスパロボオリジナルの代表みたいなサイバスターだけど、こんな噂もあったのが驚きだぜ。それじゃあ次は飛び影4回行動よ。これは結構有名なデマだよな。ええ、同作発売直後に流れたからね。でもインパクトでのあの暴れっぷりを知ってると、飛び影ならそれくらい平気でやるんじゃね？って思っちゃうよな。むしろやると納得してしまうわね。内容的には詳細はどんな感じだったっけ？これは経験値泥棒として恐れられていた飛び影が、2回行動と連続行動のコンボで、スパロボ史上初の単独4回行動ができるようになったという内容だけど、実際には連続行動の使用上3回行動が限界な上、そもそも UX の飛び影は連続行動を習得していないというお粗末なオチだったわ。プレイすればわかるよな。そうね。ただ同時期に流れた、撃墜したらゲームオーバーになる敵も容赦なく攻撃するという噂も相まって、微妙に真実味があったのもデマが否定されづらくなった理由の一つだわ。それに真相が報告された後もかなりの期間域の項目に残り続けていたから、それだけ見たら信じちゃうわよね。それはさすがに信じるよな。それじゃあ次は声優の緑川光さんの話しよ。自分が演じたキャラ縛りでプレイするのか？違うわよ。これは緑川光さんがスーパーロボット対戦シリーズで、サイバスターやウィングガンダムゼロカスタムなど、自分が声を当てたキャラが関わる機体の戦闘アニメに口を出すというものよ。さすがとしか言いようがないんだぜ。実際にはそんなことはないんだけど、スパロボプレイ時は自分が乗った機体を最優先で改造することで有名だったりで、彼ならやりかねないというネタ的なノリもあって、かなり長い間ファンの間で信じられていたのよ。でもなんでこんな噂が出てきたんだ？アルファ外伝のノルスレイの戦闘アニメを見た緑川光さんが、自分の乗る機体もこれくらい戦闘アニメが派手になればと言ったところ、その後ゼロカスタムの戦闘アニメが派手になったというエピソードがあって、それが戦闘アニメに口を出すという噂になったんじゃないかと言われているわ。そんな噂があったのか。確かに戦闘アニメも派手だし作中の性能もかなりいいよな。確かにサイバスターやウィングゼロって大体どの作品でも全部強いし、
その可能性もあるわね。やっぱりさすがとしか言いようがないんだぜ。しかもスパロボの制作室に出入りもしているらしいわよ。それはいよいよやべえな。このことでたとえ自分が乗ったロボットが参戦しなくても、スパロボのテストプレイに参加するという都市伝説もあるのよ。スパロボ愛が深いんだろうぜ。それじゃあ次は版権の関係で削除された機体があるという噂よ。作品の参戦可否じゃなくて機体の削除か。これは第4次スパロボが F としてリメイクされるにあたって、追加要素はもちろん削除された要素もあり、そのうちブラッドテンプルとガンダムセンチネル出展の要素が、その後のスパロボ作品に再登場していないことで、様々な推察を読んでいるのが元ネタなのよ。あれ？第4次に両方とも出てなかったか？それ第4次 S だと思うわよ。そういえばそうだったかもしれないな。第4次スパロボの移植作である、第4次スパロボ S では両要素ともに削除されることなく、ダウンロード版でも配信されていたのよ。なるほどな。でもブラッドテンプルに関しては、エルガイムでも設定のみに存在する機体なことで、たまたま登場してないだけって可能性もあるんじゃないのか？確かにそうね。スパロボ F の後に発売されたプレステ用ソフトで使用集でもある、全スーパーロボット対戦電子大百科にも収録されているから、たまたま登場していないという解釈も当時はあったわ。当時は？じゃあ今はどうなんだ？それが直近最新作のスパロボ30において、エルガイムマーク2の頭部の話題になった時に、ブラッドテンプルのことを古代のすごいヘビーメタルという言い方で、はっきりとした物言いを避けていたから、やはり何かしらの事情がある可能性が高いとこさんのファンの間で話題になったのよ。時を超えてほじくり返された噂だな。それとガンダムセンチネルに関してはさっきの電子大百科にも収録されずで、これは第4次発売後にセンチネルを展開したモデルグラフィックスと、バンダイの間で版権問題が発生したことで、スパロボへの参戦が難しくなったのではないかという説が濃厚よ。それは可能性高いよな。それと他にもセンチネルに関連した話として、アルファシリーズにおいてセンチネルの機体が没データとして存在していると、複数の実証動画が投稿されていたこともあったわ。何のためのデータなのか謎だぜ。とにかく最終的に再参戦していないんだから問題は解決していないんだろうな。それじゃあ最後は作品関係者が出演拒否をしていることで、一部の作品はスパロボ参戦が叶わないという都市伝説よ。どの作品がそうなんだ？当時よく話題に上がっていたのは、覇王隊形竜ナイトや機動警察パトレイバーに、他にも桜大戦シリーズだったり、勇者シリーズもそうだし地球防衛機動隊ガードや、マシン英雄伝渡るとかも噂されていたわね。すでに全部参戦してるぜ。しかも竜ナイトに関してはスパロボネオの予約特典の小冊子で、原作者の伊藤武彦先生が自らネットの噂を否定しているし、むしろ機会があればマジンカイザーのような、スパロボオリジナルの竜を書かせてほしいとまで言っていたわ。ロード以上の竜って想像つかないな。何にしてもリアタイ世代からしたらたまらない話よね。竜ナイトは格別だったぜ。それと地球防衛機動隊ガードは戦うための機械じゃないために、監督がスパロボ参戦を断固拒否していると言われていたけど完全にデマだったわ。それ間違っちゃいないけどな。それにお給料もらって守ってるのにガンガン攻めるのもおかしいわよね。サラリーマンでも地球を守れるのがあの作品の粋なとこだ。ただ水島監督自身がこのデマに関して、若い頃の自分だったら言いそうとある意味で認めていたらしいわよ。そこを寺田 P がどうにか攻めていくのがセオリーだよな。他にも噂レベルで言うなら、もうずっと参戦が望まれている5スターストーリーズが参戦しない理由が、さっきのブラッドテンプルのこともあってスパロボとは縁が切れたとか、原作者が自分が設定から作った愛着のあるロボットが、他作品のロボットに負けるのは見たくないと言っていて出せないなどの噂があるわ。心配しなくてもナイトオブゴールドやジュノーンが負けることなんてないだろ。あくまで表現の問題よ。撃破されても負けてないんだぜ。それ試合では負けたけど、その後 SNS で自分は負けてないっていう格闘家みたいだわ。そういえば勇者シリーズはどうなんだ？長い間参戦が絶望視されていたけど今ではすっかり常連ね。何が理由だったんだろうな？それはもちろんバンダイのライバル企業だからよ。だから勇者シリーズだけでなく、だからトミーやコナミが版権を握っている装甲騎兵ボトムズや、天元突破グレンラガンもそうだったし、エルドランシリーズやゾイドシリーズなども参戦は難しかったのよ。それって噂なだけだろ？実際はそうでもなかったんじゃないのか？そんなことないわよ。実際に勇者オーガオガイガーはアルファから参戦予定だったのにダメだったし、ゾイドやグレンラガンは権利問題から、参戦がほぼ不可能であったことが過去に語られていたわね。そうだったのか。プレイする側からしたら普通に享受させてもらってるだけだが、こんな夢のようなシチュエーションが楽しめるスパロボって、今更だけどやっぱすごいよな。ありがたいわよね。どう考えても無理なものは無理だろうし。
参戦まで紆余曲折あったり一筋縄でいかなかった作品もあったと思うわ。例えばどんな作品がそうなんだろうな。そうね。例えば魔神英雄伝渡るなどは、作風的にスパロボネオで参戦を希望されていたけど当作品では未参戦で、後のスパロボに参戦しているわね。何があったんだ？詳細は不明だけど作風とのマッチングがいいことは寺田 P も認知していたらしいわ。それじゃあ出したかっただろうな。そうかもしれないわね。あと桜大戦はどうだったんだ？うろ覚えなんだけど昔のドリームキャストマガジンという雑誌で、スパロボアルファのドリキャス版のインタビューか何かで寺田 P が、ドリキャスの看板作品でもあった桜大戦の参戦の可能性を聞かれた際に、参戦してもスパロボ側にメリットが無意的なことを言っていた気がするわ。やけに強気だな。人気絶頂期だからね。本当にそんなこと言ってたのか？うろ覚えよ。詳細を覚えている人がいたらコメントで教えてほしいわ。実家にドリキャスマガジンからゲーマが休館までの全巻あるんだぜ。じゃあそれ見てきてよ。まあ結果参戦してあのとんでもない合体攻撃をやっちゃってるわけだ。さて、ここまで、スパロボにおける都市伝説噂八選について解説してきたけど、どうだったかしら？大体判件問題だったな。作品の性質上仕方ないわよね。それなのに毎回いつも夢のような作品のコラボレーションを楽しませてもらえて、スパロボには感謝しかないな。スパロボ最高としか言いようがないわね。さてと、それじゃあ今回の動画に出てきた機体に関するエピソードとかもあれば、コメント欄で教えてほしいわ。このチャンネルではスパロボに関する動画をアップしているよ。お楽しみいただけたら高評価やチャンネル登録をよろしくね。皆のスパロボへの思いをコメントに残してもらえるとありがたいぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。